どうも、ロードシルクチャンネルへようこそ。シルクロードの個人チャンネルでございます。本日の動画はポケモンカード開封。今回のはですね、いやこれちょっとラインナップやばすぎるんで、ちょっと一回見てもらいましょうか。本日のラインナップこちらです。すごくない？これものすごいよね。これ一番前にね、 V スターユニバースですね。その年の終わりに出てくるお祭りパックです。スカーレット EX、バイオレット EX、スノーハザード、クレイバースト、そしてトリプレットビートと、ここ最近の最新弾をドンとね揃えました。揃えましたというか、あの頂き物なんですけど、これ全部揃いました。いやこれすごくない？ V スターユニバースはね、去年の終わりかなの方に出たやつなんですよね。12月頃かなに発売されたと思う。今年ね、ポケモンカード発売して、だからバイオレットとスカーレットで、G レギュレーションが始まって、そこからトリプレットビート、そしてクレイバースとスノーハザードが発売されたと。最新弾と呼ばれる、ポケモンカードのボックス全部集めて開封していこうと思います。先にね、全てのトップレアを言おうと思ったんですけど、まあそれね、開けながらの方がまあ分かりやすいかなと思うんで、その都度言っていこうと思います。僕の狙ってるカードね、どのボックスにも一応あるんで、こっからはね、楽しんでいきましょうよ。それではね、まあ合計今6ボックスあるんで、結構多いんでね、早速開けていきたいと思います。よし、じゃあ古い順で開けていこうか。まず一番最初、 V スターユニバースですね。まあここからはね、まあ回の SAR とか、まああとギラティナ V スター、アルセウス V スターの UR、 キューレンアートレアのめちゃめちゃ珍しいやつ、あとね、ザシアンの SAR とかも欲しいですね。それでは開けましょう。まず1ボックス目、 V スターユニバースいきます。ドン。あとね、地味に欲しいのがカミツレのきらめきですね。カミツレ欲しいっすね。よーし、はい、すべて開け終わりました。それでは V スターユニバースから見ていきましょう。うわ、ちょっと興奮するな。こんなに全部違うタイトルのボックス開けることってなかなかないからさ、ちょっと嬉しいっすね。では開けさせていただきましょう。見ていこう。あ、踊り鳥いいね。ハイパーボール、うん、レスキューキャリー、アブソルの AR、 ガラルファイヤー V、 ミルタンク、翡翠バスラを滅ぼし、バケッチャ、ロストスイーパーいいっすね。マナフィ、んマグマの滝壺、レジギガス V スター、メタモン、ボスの指令いいね。レバルダス V、あ、レバルダスか、普通のレバルダスね。シルット、ポチエナ、レジロック、レベルボール、ダークパッチ、カミツレ、リザードン V、ビーダル、アブソル、レジトラゴ、メリープ、これね、エレキボールのメリープですね。チョロネコ、コイル、神王神殿、レジドラゴ、ガッツのツルハシいいね。ディアンシーの AR いいですね。ディアンシーの AR これすごい綺麗だよね、イラスト。そしてミュー V マックスですね。今もなお強いですね。レジギガス、奈落の裏門のゲンガー、そしてパラステクット、ソルロック、ビッパいいね。翡翠の仲間たち、レジエレキ、ザクロ強い、ライコーブいいですね。ドロワーク、ケルディオ、バケッチャ、翡翠バスラオ、翡翠ガーディ、翡翠ビリリ玉、ダブルターボ強い、新王の仲間たち、大口の沼、ヤレユータン、お取り寄せの方ですね。関、輝くサーナイトいいですね。輝く枠は今回サーナイトでしたね。マグマの滝壺、うん、これはね、あの次のね、ポケモンカード151の時にね、あのリザードンが、リザードン EX が出てくるんで、マグマの滝壺強そうですね。ゾロワーク、レジスチル、リオル、ツツジ、トレッキングシューズ、ナタネの活気、あ、翡翠ゾロワーク V スター、そうですね、 V スターユニバースはね、このイラストなんですよね。この段にこれはね、収録されたやつです。前のやつはもうちょっとね、もう少し可愛かった、うん、わーみたいな登場の仕方してたんですけど、ちょっとクールになりましたね。ちょっとレアっぽいの見えたんで一旦後ろにしました。翡翠ダイト、翡翠ウィンディ、パンプジン、エレズン、ブーバー、フュージョンエネン、ミカルゲ、ハイパーボール、スイカンいいですね。ガラルフリーザー、冷酷チャージね。ドダイトス、ドダイトスのエボルプレスね、このデッキも作りたいんですよね。自分の場の進化ポケモンの数かける50っていうね、これ林ガメがね、なかなかいい性能してるんで噛み合うんですよ、このエボルプレス。ビッパー、ラプラス、ゴース、パラス、頂きへの雪道、ダメージポンプ、崩れたスタジアム便利ですね。あ、ギラティナ V スターですね。あ、劣化の翼のファイヤー、このね、劣化の翼のファイヤーもリザードン EX のデッキに入りそうなんでね、ちょっとこの取っときたい。あ、タケル陶器のルカリア、ツツジ、レジロック、ラティオス、ガラルファイヤー、ディアンシー、そして、お、いいですね。 V スターユニバースはね、必ず1枚こうやって SR のね、エネルギーが入ってます。基本水エネルギー、嬉しい。ナイトル、フォックスライ、レジスチール、
林亀、林亀、これね、特製日だまりの甲羅、これ自分の番に1回使える自分の山札から草ポケモンを1匹選び、相手に見せて手札に加える、そして山札を切る。だから林亀を出せばもう1体の苗取るから林亀に進化するのがめっちゃ楽っていうね。だからこの林亀を1匹持ってきたことによって横にいる林亀とかもそのまま土台トスに進化ができるんでね。ナエトル、林亀、土台トス、これね進化ポンポンポンと進むんでね、ベンチにナエトルを多く置きたいですね。レスキューキャリー、キバナ、お、ラプラスの AR 出て、最後ドン、あ、ダークライブイスターの SAR です。おお、ダークライブイスター出ました。僕ダークライブイスターの SAR 多分ね、あ、初めてじゃないかな。悪の波動ね、自分の場のポケモンについてるアクエネルギーの数かける30ダメージ、これガラルマタドガスとね組むと結構強かったんですよね、エナジーファクトリー。うん、スタービスも結構優秀で、自分の番に使える、自分トラッシュからグッズ2枚まで選び、相手に見せて札に加えるっていう、だからダークパッチとかね、トラッシュに落ちちゃった時とか結構あるんですよ。その時に拾ってきてそのままダークパッチ使って、まあ、ダークライにつけたりとか、まあ例えば、まあ、ガラルマタドガスにつけてエネルギーを、まあ、増やして、そのままダークライの悪の波動を打って火力を増すと、うん、そんなこともできます。いいね、ダークライブイスター、おー、いいですね。ダークライブイスター僕持ってなかったんでちょっと嬉しいな。普通にめっちゃイラストいいなこれ。ほんでひっそりとこのなんかちょっと先にダークライいる感じいいですね。それでは次、ここからはねレギュレーションが変わります。Gレギュレーション、スカーレット EX、 スカーレット EX 開けていこうと思います。まあ狙いはサーナイトの SAR と、ネストボールの UR ですね。まああとね、僕コライドンの実はSR も引いたことないし、 UR も多分引いたことないし、それで言うと SAR なんか引いたことないし、コライドン当てたいっすね。コライドン欲しいなぁ。ディンルーのデッキ作りたいんでね。開けまーす。よいしょ。開けていきます。いやぁ、マジでね、ぜひともコライドンの SAR はね、地引きしてみたい。ね、かっこいいんすよ、コライドン。ネストボールの UR でもか。さあ、見ていきましょう。さあ、どこにいるかな？後ろっぽいな。あ、え？ SAR っぽいぞ。SAR ですね。コライドンの SAR ワンチャンあるぞ。見ていこう。海トリオ。クバードね、この辺を、ああいいですね、ルチャブル、フライングエントリー、素晴らしい。うん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 、ボタンね、ボタンも結構枚数、あー、パヒュートン、いいカード多いな、オリーニョ、うん、グリトン、かわいい、トドゲさんね、ウィキング、ラルトス、学習装置、スタートの下っ端、グルトン、あ、出たー、フワライド、呪いをばらまく、これ結構だるいんだよね。ダメ感を発行、相手のポケモン好きなようにバランドを乗せるってめっちゃ強い。リバーサルエネルギーってあるじゃないですか、あれでね、この呪いをばらまくすぐ打てるようになったんで強いんですよ。トレーナーズもいいカードがこっちいっぱい入ってるよね、スカーレットって。あ、メグロコ、メグロコの AR よく出るな、友達でしょ。おった、あーいいですね、不安定、ヘイラッシャー、いいですね。ヘイラッシャーのデッキ僕持ってますけど、なかなか楽しいんですよね、この怒り散らす。シャリタツの枚数ね、トラッシュにシャリタツがいるとかける50ダメージっていう。ネストボール、素晴らしい。あ、コライドンね、あ、これシャリタツです、可愛いでしょ。あ、ウミディグダの AR、 ブロロン、アサナン、ドグロップ、あ、ネストボール、リオル、ルカリオ、ノクタスト、なんだろうか、オリーバ、ムックル、カイデン、あ、待って、 SAR ですね。あ、もう分かっちゃった、もう分かっちゃった、せーの、偉大な牙ですね。偉大な牙の SAR です、主の偉大な牙でございますね。すごいな、この砂人の、何この大竜巻、岩盤崩し、場に出ているとスタジアムとなしする、割れんのはでかいね。ギガントタスク250、偉大な牙の SAR でした。うわー、コライドン引きたかったね。でも SAR 引けたのは大きいですね。偉大な牙もね、多分これで3枚目とかかな、 SAR そのぐらい持ってると思う。でも SAR は嬉しい、やっぱ SAR 引くと興奮するよね。じゃあ次これいこうか、バイオレット行きましょう。まあ、バイオレットはね、まあ、ミライドンの SAR、まあ、あとやっぱり、ミモザですよね。まあ、SAR でも SR でもね、ミモザは本当に全然どちらでもいい。開封、それではね、開けていきましょう。いくぞ。まあ、ぜひともミモザの SAR を引きたいところですが、まあ、なかなかそううまくはね。さて、それでは見ていきましょう。開封終わりましたと。それでは見ていきましょう。バイオレット EX、 あ、ミライドン、素晴らしい。このヨザル、ピクニックバスケット、スコビラ、あ、ウィンディー EX ね、イキリンコ、あ、出た、このね、巣穴に隠すの星ガリスも強いですよね。あ、墓地 AR、 かわいいよな、これマジかわいいよね。あ、ジュペッタ EX、 ジュペッタ EX のデッキ、そういえばそんなに目立たないね、あんまり見ないよね、まだ。ビビオン、カエデ、オラチュ、エレキジェネレーター、ミモザ、クヌギ玉と。
さあ残り半分、コフキムシ、ロトム、ボレトス、腕っぽう、おどしどり、ロトム、カプサイシ、お、マフティフ来ましたね、マフティフ、イキリンコ、タカドック、あ、テーブルシーね、ワナイダー、ちょっとワナイダーの SR やめてね、よく出るんで僕、エレキジェネレーター、ハルクジラ、あ、クレッフィー、いいですね、イタズラロック、クレッフィー、クレッフィーってさ、あの特性イタズラロック、まあ普通に強いとは思うんだけどさ、使い方って意外と難しいと思うんだよね、俺。そんなことない、ハカケン、パモット、ボッチ、ホシガリス、スイーパー、不思議なアネコ、お、巣穴に隠すの、ホシガリスの AR ですね、これかわいい、これかわいいですよね、寝てんの、ミカルゲ。さあ、後ろのあいつなんだ、まあ SR だとは思うんですけど、さあ、これですよね、お、お、トレーナー、ハカケンだ多分ハカケン、せーの、ハカケン、普通博士、はい、博士の研究でございました。あとはボッチとヘルガーとイッカネズミと博士、博士はね、マジで何枚やってもいいです。うん、フトゥー博士の博士多分もう結構持ってるんでね、多分全 SR とかでデッキ組めるね、もうね。うん、やった。博士の研究はね、本当にまあなんだろう、すごい価値があるかといったらないんですけど、まあでもね、価値じゃないんですよ、強いのよ博士は。博士はマジ強いんで、本当にね SR 何枚やってもいいです。オーリム博士はやっぱ女性だからさ、フトゥー博士より多分ちょっと今後使われていくのかなとか思うんですけど、やっぱりデッキに入れるときにさ、博士の研究、まあオーキドも結構多いんだけど、25周年のやつ、オーキドのね、あの博士の研究入れてる人も多いし、マグノリアを俺はね使ってましたね、アララギさんとかも使ってたかな、七カマド入れてる人、まあちょこちょこいるか。フトゥー博士ちょっとね、今後俺も使っていきたいな。なんかさ、フトゥー博士イケメンじゃない、普通にちょっとさ、あのなんだろう、ローズの時も若干感じたんだけど、フトゥー博士さ、少しベッカムに似てるよね。ね、サッカー選手ね、ベッカム。イケメンだよね、普通にね。使ってあげたい。次、トリプレットビート、これ開けまーす。僕まだね、キハダの SAR 地引きしたことないんで、開けたいっすね。キハダ SAR ちょっと、行きましょうか。SR はね、キハダ出したんですけど、SAR まだなんで、狙いましょう。よいしょ、開けまーす。はい。マスカーニャの SAR は、確か引いたかな。あと、キハダ。御三家の SAR はね、まだマスカーニャしかないですね。まあでもマスカーニャが一番欲しかったんでね、嬉しいんですけど。ラウドボーンの SAR とかも可愛いっすよね。ウェーニバルは確かあの鏡の前で髪型セットしてる時だよね、みたいな写真というか絵かですよね。いや、キハダ引きたいな、マジでキハダ引きたい。いきます。お、お、 SAR だ、来たぞ、 SAR 引きました。ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンあるぞ。いや、御三家の SAR でも嬉しい、普通に。では行きまーす。トロピウス、トリプレットビート、何が出るか。あ、ウェーニバル、いいですね。コイキング、あ、コイキングの AR も欲しいな。あ、ニャオハ、かわいい、ニャオハの AR。 あ、マスカーニャ、スーパーボール、ギャラドス、デリバード、あ、スーパーエネルギー回収、そうだね、入ってたね、いいね、ルミナスエネルギーね、クワッス、ハヤト。さあ、あ、ゲーチス、あ、ゲーチスのボスの可能性もあるな、あれもかっこいいよな。バネブ、クワッス、スーパーエネルギー回収、いいね。ムーマージ、これね、かわいいよね、ちょっとこう、なんていうの、異質な、なんかイラストですよね、このムーマージが、かわいい。あ、ラウドボーン EX、 ラウドボーンのデッキも作れる、スーパーエネルギー回収。あ、団結の翼の回で、デリバード、あ、いいですね、クラベル、あの HP120 以下の種ポケモン3枚まで選べる、相手に見せてくださいみたいな、これね、マジ、あのヘイラッシュのデッキで使ってます。ハヤト、あ、ジェットエネルギー強い、はい、ジェットエネルギーの登場によってマジでね、あのロストは強くなったと思う。ジェットエネルギーでね、やっぱこのやっぱベンチからそのままね張ってバトル場と入れ替えられるっていうのはマジ強いっすよね。キュアワーが本当に分回るんだよね。ニャローテ、シシコ、あ、カエンジシ、カヌちゃん、ウェルカモ、ウルガモス、クラベル、ニャオハ、あ、これ HP70 の方か、いいね。これ待って、一番後ろ何、はい、あ、カヌちゃん、モノバレル、カイデン、ムーマ、ヤトウモリ、ハリテヤマ、マメバッタ、メラルバ、この後ろなんだ、デリバードの後ろ SAR なんですよ、これ。え、なんだろう、うん、SAR だね、間違いなく。え、御三家っぽくね、これ。ちょっと下見ていい、このぐらい、
あ、マスカーニャではないわ。ウェーニバルかラウドボーン、多分ラウドボーンだと思う。僕ね、あのスカーレット・バイオレットのゲームやってたんで、でラウドボーンね、僕最後まで相棒だったので、ラウドボーンだと嬉しい。いきます、せーの、はい、ウェーニバルか。まあでもいいでしょう、イケメンだし。ウェーニバルの SAR 来ました。あのラストの方でね、あのクラベルが使ってきましたね。僕ラウドボーン選んで、まあ、ラウドボーン自分でね、要はまあホゲータだよね。ホゲータを最初に選ぶと、まあ、ライバルのネモがニャオホを選ぶんですよ。まあ言い方はあれかもしれないですけど、2人にまあ選ばれなかったポケモンはね、まあその場合クワッスになるんですけど、まああの校長がね、あの育ててくれるんですよ。で校長の元でね、クワッスは大きくなってウェーニバルとして、あの本当に終盤の方にね戦うんですけど、こいつね、このエキサイドサンバって技もあるとおり、こいつ立ち姿でずっとサンバを持ってるんですよ、ウェーニバル。イケメンやね。水 N1、エキサイドサンバ60、このポケモンをベンチポケモンで入れ替える。その後相手は相手自身のバトルポケモンをベンチポケモンで入れ替える。強いね。このねトリプレットビート自体がそもそもあのシールド戦っていう、このパックから出たカードでデッキ組んで戦うってことができるんですよ。なのでこういう入れ替えみたいなのってね強いんですよね。なかなか入れ替え札とかエネルギーをボンボンつけてそのまま逃がすってことはできないので強いんですよね。エキサイドさんこういうのはシールド戦あの結構役立ちます。スクリューシュート、水エネ無色で230、このポケモンについてるエネルギー2個選び手札に戻す。あ、手札に戻すは強いな。トラッシュじゃないなんですよ。おお、やった。 SAR の運今日結構ついてますね。やった、ウェーニバル EX、 いいね。2連続、あ、2連続じゃないか、あの博士の経験あるから2連続じゃなかったか。まあでもいいね。 SAR 今4箱開けて3箱 SAR ですからね。ダークライブイースター、偉大な牙、ウェーニバル EX。 じゃあ次行きましょう。はい、こちらスノーハザード、ここ最近出たばっかですね。開けていきましょう。ここでね狙うのは、グルーシャ SAR と、パオジアンの SAR です。グルーシャ引きたいな。きます、ペリペリ。どう、グルーシャ出るかな。あの SAR のイラスト欲しいんすよね。よし、それでは見ていこう。スノーハザード、さあ何が出るか。あ、 SR だ。グルーシャの可能性もあるぞ。さあ見ていこう。スノーハザード開封スタート。ささっとね、あ、これね、リバーサルエネルギー強いね、ほんとに。これマジ強い。あ、すごい釣りぞ、素晴らしい、いいですね。ほんと強いカード多いな、このスノーハザードにも。うんうん、はいはい。とベラカスのね AR とか結構欲しいっすね。シガロコ、ヤミカラス、ミミズズ、ピーニャ。あ、ピーニャのちょっと SRSAR はいらないな。あ、イキリンコ EX、 あるとそれは嬉しいんだけどね。なんか最近ピーニャとピーニャの SR ちょっと出すぎてて、うん、新しい展開が欲しいっていうことね。カード自体はまあ出たら嬉しいんですけど、ちょっと展開新しいの見せたい。スノーハザード、頼む。セグレーブ強いね。ニヤミカラス、うん、おお、え、ミミズズの AR こんな感じだったっけ。キラーメ、ヤドン、ミツハニ、ミガルサ、アルクジラ、ビークイーンのココッチ、グルーシャー。ちょっと新しい展開欲しいな。チオンジェン、あ、チオンジェンの SR とかも欲しい。うん、ミガルサリバーサル、あ、来た、ベラカス AR、 言ってたら来たわ。やった、ベラカスの AR 出ました。いいね。アママイコ、キラーメ、ゴシルゼル、セビエとかね。あー、セグレイブの AR いいですね。はい、このヨザル、オコリザル、フェリッパー、お、パオジアンいいですね。ファイトオーレ、はい、セビエ、そしてこの後ろ。さあちょっとピーニャの展開はもういいな。結構俺らのこのロードシルクの動画で見せてきたから、あー、まあ SR だったらもうなんだろう、何がいいかな、まあ、グルーシャが一番いいな。あれ、うん、オンバーンド絶対、せーの、ドン。あ、大王道でした。はい、うん、大王道はもうこの間も出たんだけど、作れって意味かな。お、大王道ちょっと作りたくなってきたな、こんなに出てくると。ちょっとピーニャと大王道を組み合わせたデッキ作りたいな。スノーハザード開けてると結構出るんですよね。ラスト、こちらです。これでラストです。ドン、クレイバースト開けていきましょう。なんじゃも SR 狙いでいきましょう。いや、なんじゃもの SR 引きたいな、さすがにな。頼むぞー。いや、こっから出たらもうやばいけどね。マジでめちゃくちゃ嬉しいけど。ワンボックスでなんじゃも SAR をちょっと引いてみたいね。さっと。いきます。来い来い、頼む。よし。正直、本当にね、不必要なカードってないのよね。こういう、やっぱ、当たりとか見ててさ、面白いし。けど、新しい展開欲しいんだよ。そろそろなんじゃも SAR なんじゃない？新しい展開っつったら。頼むぞー。いや、最後だから締めてほしい、綺麗に。なんじゃもって感じで締めて。なんじゃもも配信者やろ、動画の締め結構こだわるやろ。頼むぞ、もうなんじゃも
SR でもいい、頼む。いくぞ、いきます。さあクレイバースト見ていこう。さあトレーラーズってなんじゃもと、あと何いたっけ。あ、サワロか。うわ、サワロの可能性とかもねちょっと匂ってきたな。デカヌちゃん、ディンルー、さあ何が出る。最新弾を開け続けた結果、最後に誰が出る。あ、タギングル、キュールム、お、オレトス、何が出る。アクーダ、ミカルゲ、スナバ、何が出るんだ。なんじゃもいいですね。ナマズン、これ暴れているらし結構強いんだよね。このポケモンについている等エネルギー の数分、相手の山札を上から投資するっていう、山札切れ狙えるっていうね、ナマズン。さあ、あ、出た、巷では唐揚げと噂の勇気のまま。さあ、何が出る。なんじゃもまた出た、いいね。ピカチュウ、あ、カヌちゃん、AR、お届けドローン、またこうカラミンゴ、カラミンゴの AR 欲しいな、オンバーン。さあ、お、リキキリンの AR、もう AR 枠はもう埋まったかな、もう出ないと思う。さあ、最後にいますね。さあ、何？サポートトレーナーズ。あせーの、サワロ。わー、サワロかー。うわ、なんじゃも引きたかったけど、まあでもトレーナーで、まあ、サポートだったらちょっと嬉しいですね。はい、サワロで最後終了ということですね。お疲れ様でした。今回の SAR のね、当たりはこんな感じですね。ダークライブイスター、偉大な牙、ウェイニバル EX と、ウェイニバル嬉しいですね。これでマスカーニャとウェイニバルが揃ったので、あとはラウドボーン EX の SAR だけですね。いやでもウェイニバル結構嬉しいな。やったね。診断だらけのポケモンカード開封、ボックス開封やっていったんですけど、でもねやっぱ嬉しいですね。こんなにやっぱね、新しい全部別タイトルのこうやってボックスを連続してこうやって豪快に開けれるっていうのはめちゃくちゃいい経験です。いやー楽しかった。あとやっぱりね、コモンとかアンコモンのカードとかもさ、やっぱすごい釣り竿だったり、まあ、ナンジャモだったり、まあ、リバーサルエネルギー、ジェットエネルギーだったり、レスキューキャリー、ロストスイーパーで、ダブルターボエネルギー、いろいろとやっぱグッズとかね、勇気のお守りとかポケモンの道具、マジでいろいろといいカードがね、こうやって見るとこの1年というか、まあ始まって、まあ V ステイニバースが正確に言うと、まあ、去年の末なんで、去年の末からこの5月ここまででめちゃくちゃ優秀なカードいっぱい出てるんだなって思いましたね。これほど、まあ、5ヶ月というね、まあ短期間っちゃ短期間なのかな、短期間ではねえか別に、まあ何にせよこの期間内にこうやってね、まあ、楽しみをいっぱい用意してるポケモンさん、すげえなと思いましたね。しかもね、次はそれこそ僕、まあ年で言うと28なんですけど、まあ本当に今の30代とかが喜ぶポケモンの初代、青版とかの時じゃない、まあ、ピカチュウ版とかもあったけどさ、ポケモンを昔から遊んでるね、あの図鑑番号で言うと1から151のね、ポケモンたちがね、パックに全部入ってる151出ますもんね。いやーすごいわ。サトシもね、チャンピオンになってめちゃくちゃ最強の立ち位置に行き、新しい新章が始まるわけですけど、ポケモンもアニメはね、ゲームだってね、ダウンロードコンテンツもあるし、いやーますますポケモン盛り上がりますね。ポケモンカードだけじゃなくてアニメも、そしてゲームも、どんどんね、ちょっとポケモンカードまだまだね、僕もね、もっと強くなりたいなと思ってるんでね、開封して出たカードでこう組んで、いずれね、いいですね、 CL とかね、もうちょっと経験積んだりして出たいものです。ということでね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。まだまだいろんなボックス開けていくので、ぜひとも楽しみにしててください。ということで、診断開けまくり動画でございました。それでは。